こんにちは。おはようございます。おはようございます。全然言えますよ。なんか隠してないんで別に言えますけど、普通に打たれたっていうのがありますね。一鉄ぐらいまで本当カフェイン大量投与でなんかどうにかいけるんですよね。はい、ちくしょうマジムカつくわ。じゃあ成田さんのフリマで5秒前4、3、2、よろしくお願いいたします。すいません、なんか朝早くに日経テレ東大学 の、はい、あの企画と制作とかでやってる高橋弘樹と申します。はい、早稲田大学政治経済学部卒業で2005年にテレビ東京入社して、はいはい、で18年ぐらいかな制作局にずっといます。これまでの代表作とかありますか？テレビで見られた、テレビは空から日本を見てみようとか、はい、で自分で企画したものとしては家ついてっていいですかとか、今日の1日の予定簡単に教えていただいてもよろしいですか？これがちょっと午前中会議なんかやって、はい、でその後午後12時から取材が入ってて、でその後は収録がいっぱいあるという感じです。僕遅刻しがちですよ。これから何の会議があるんですか？これから妻で金融の森という番組の会議があって、はい、なんかカラフルでしょ。めちゃめちゃカラフルでおしゃれですね。AKB の MV 来ました。へぇマジ来たんですよ。全然全然イヤホンが絡まらない。まだ29分。あー、ええ、もちろんちゃんとあの子供様を保育園に送りまして、ちゃんと言ってますね。なんかモルスターは聞いたらあれですよね、なんか 4?次は何の打ち合わせですか？次はなんか日経テレ東大の全体の打ち合わせです。はい、ああ、ひろゆきしな。ちょっとまあ本当昨日も変な首ですから、本当にちょっとこうやってテンポ見てやりますわ。はい、出版直前になったらいろいろこととか出ますけど、ですね。あ、以上ですよ。そこはご飯をちょっと見て、今なんか次部会って言って、はい、テレ東の中での決まり事を共有する会議があるんですよね。そんな喋る必要ないんで。今ってご飯買って出てるふりして食べる。みんなほら顔出してないですよ。この会議の時間をどうなんかこう有効利用するか大事で、はい、まあ、さっきもやってたんですけど、会議とか本読むとか、うんうんうん、ご飯食べていかにこう会議出てるふりしながら時間を有効利用するって命をかけてます。チキンケバブサンド1個と、はい、あと、4種のやつの、はい、ご飯抜きで野菜多めにしまっていいですか？はい、っていうスタイルなんですよ。聞いてるふりだけ、ふりじゃない、ちゃんと聞いてるわ。あ、やべ、はい、はい、聞いてます。お、ありがとうございます。すいません、すいませんすいません、ありがとうございます。はい、これ本当危ないですよ、これ。油断してると、はい、お疲れ様です。ヒロキみたいな、ヒロキこれ共有してたっけみたいな。そうですよ、就活のチャンネルで成田さんとかにインタビューしても意味ないですよね。見てくれたんです。あ、就活してないでしょ、絶対。ヒロキさんとかもやってるでしょ。あの人も就活、あの人は就活したのか、ヒロキさんは。就活ね、俺は一サラリーマンですからね、確か就活ちゃんとしてて、はいはいはい、僕公務員試験受けてるんですよ。へぇ、結核になって、はい、なんと何ヶ月も入院するんですよ。はいはいはい、で就活の時期丸かぶりで、うん、民間あんまやる気もなかったんですけど、ちょっと本当に全然決めてなくて、テストだけは受けて、なんかちょっと公務員でも なるのもいいかなと思って、はい、公務員になりたくなかったんだけど、まあ、その公務員試験受けようと思って受けて、まあ、当然落ちるよね。結構基本的にコミュ障だし、まあその、はい、公務員になってやりたいことないし、それ落ちちゃったんだけど、で次の年テレビとか銀行とかいろいろ受けてテレビ東京入ったって感じですか？テレビ局はテレ東以外受けてたんですか？全部受けました。全落ち。あ、全落ちなんだ。 NHK 落ちたでしょ。はい、日経も落ちて、はい、TBS 落ちて、うろ覚えだけどテレ朝だけはなんか結局旅行に行く直前で間に合わなくてエンドシート出せなくて、これも人間として腐ってんですけど。フジテレビも落ちて、いや多分、はい、俺を落としたやつはあのトリビアのプロデューサーだと思うんだよな。めっちゃ覚えてる。うん、すげえ覚えてんだ。あいつ、ちくしょうマジムカつくわ。え、でも今テレ東に入って幸せですか？どうですか？まあそうですね、テレ東で結果良かったかな。まあフジテレビは憧れとかね、はい、やっぱ僕ら世代って結構フジテレビに憧れるんですよ。そこにここのオフィスを選んだのか、あれを見ながらこっちのことしたかったのか。
フジテレビってすげえ楽しそうだやっぱ。今あんまり良くないけど、うん、制作局のフジテレビの会社の中で、うん、みんなこうなんかアイドル呼んで楽しく収録するみたいな番組あってこんな楽しそうだなって思いながらやってまあでもそういうの見ながら、はい、こいつら同期で入ってこんな楽しいこと俺の同期してるのかと思うのを糧に頑張ってきましたねっていうぐらいの本当腐った目線でフジテレビ見てました。結構強かったっすやっぱ昔のテレビは本当すごかったんで労働環境が、はい、入社してやっぱ本当会社何回も辞めようと思いましたし辛かったですけどね。辞めようと思った瞬間とかその原因とかって何なんですか。眠いみたいなマジで眠いみたいな、まあ本当本当昔三徹するみたいな文化があって、はい、二徹ぐらいまで本当カフェイン大量投与でなんかどうにかいけるんですよね。まあ、フラフラしながらも、うん、ちょっと3日目ぐらいの時本当にちょっと変な感じになっちゃう眠すぎてみたいな時は会社辞めたいなと思ったりとか、うん、昔の話で今ないですよ、うんうんうん、とかねそういうのあったかなと。まあ入社な覚えてんだよな俺入社して初めて休み取ったのが11月19日で、はい、なんかそう衝撃的すぎて覚えてて11月19日だったのか今日はみたいな。ゴールデンウィークも1日もなくてなんか毎週本当に運悪くて、はい、本当つく番組なんですけどペット番組入った同期が本当に楽そうなんですよ、はい、え何の番組配属されたんですか。僕月曜エンターテインメントってミノモンタさんの番組で、はい、なんか毎週2時間なんですよ、はい、それだけでもう普通の人2倍じゃないですか、はい、で毎週1時間だから普通はそもそも尺が2倍だからもう普通に必然的にこの業務量も2倍になるんですよその時はマジつれえなと思って会社辞めようと思って辛すぎて辞めようと思って、まあ、辞めようと思ってそれで本当辞めそうになったから、うん、ちょっと借金背負うことにして自分になんか900万ぐらい借金してえそれ辞めないためにですか。そう車を買って借金で縛って辞めないなんかすげえ高い車買いました一番楽しかったことって何ですか。空から日本を見てみようって番組と、はい、世界なぜそこに日本人って番組やっぱ面白くて、はい、スワジランドって国がアフリカにあって、うん、あったんですよ、うん、今ちょっと名前変わっちゃったんですけどまだあって地球で最後のなんか独裁者だ絶対王政引いてる国なんですよ。その絶対王政引いてる国の王様と写メを撮ろうみたいなガチでちょっとアポ入れてなくてでそれは印象深かったですね。確かにそこもこれもね一番危険な経験って何ですか。ペルーの、まあ、世界一のスラム街行ったんですよ、はい、ここに住んでる日本人めちゃくちゃでその、まあ、麻薬中毒の方が結構いらっしゃってでスラム街って本当カメラの撮り方危険なんですけど、うんまあ、相当慎重にやっててつもりなんだけどやっぱ撃たれたっていうのがありますね。撃たれて、まあ、当たんなかったんですけどマジで発砲されてマジそれちょっと引きましたね。なんかカメラを私こう待ち取ってて、はいパーンって音がしてでその時何起こったか分かんなかったんですけど、まあ、地元通訳がパーンってなるじゃないですか、うん、で変な音でパンってなって、うん、何だろうなって思ったんだけど 1、2秒分かんなくて 2、3 ぐらいってふっと振り返ったら通訳とかダッシュで逃げててお前マジかと思ってなんか逃げた記憶がで、まあ後で、まあ、素材見た、まあ、聞いたら、うんまあ、発砲したっていうんで後でまあ確か素材見たらここからこうやって過酷ですね。過酷ですね。でなぜそこは過酷でしたよ。なんかそれ過酷ですね、うん、そんなのいっぱいありましたよ。なんかでイラン行った時は、はい、なんか警察に逮捕されたり逮捕された逮捕とかも警察署に、ねはい、連行されて、はい、取り調べ受けたりとかは結構普通にで別室にその後釈放されるんですけど、うん、そのついてくれたコーディネーターさん曰くなんかお前らを見てるぞっていうアピールらしいですよ。やっぱお前らは常に見られてるぞってアピールでずっと警察はついてきてるって言っててなんか俺全然わかんないんだけどコーディネーターさんとか通訳が今いるなんか秘密警察がいるらしいんですよ。で全部なんかこれ事実かどうかわかんないけど経験則としてその通訳さんとか曰く全部電話とかも聞かれてて外国人の取材者はねまあカメラを切れって言われたけどまあちょっとそれはでもムカついたからちょっとカメラの蓋だけして音全部撮ってたんですよ。でそれ放送したらすげえイラン大使館が怒ってちょっと申し訳ないなってすげえ上司がイラン大使館に呼ばれてなんか何時間も帰ってこなかったんで多分すげえ怒られたんだろう。ちょっとここからはちょっと踏み込んだ話、うん、あどうぞどうぞ。めちゃめちゃ失礼だと思うんですけど、うん、ぶっちゃけ年収ってどれぐらいですか。ぶっちゃけ年収は
どんくらいだろうな。言える範囲で。あ、全然言えますよ。なんか隠してないんで別に言えますけど、普通に年収で言うと、そうだな、例えば、なんて言ったらいいんだろうな、ちょっと例え方が難しいですけど、年収で言うと、まあ、1600万ぐらいですかね。ただ副業、僕副業入ってるんで、それは本とかもされてますよね。そうそうそう、だから会社の年収ではないです。はい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 、副業入れての年収で。なんか本当は年収って答えたくないですけどね。なんか俺すげえ人に聞いて言わせるんで、なんか今卑怯かなと思ってちゃんと今それはなんかそれを高すぎるって思う人もいるかもしれないけど、マジで俺労働してるからね。9時半からよ、こんな労働単価で言ったらちょっと正直どうなんだろうなとは思うけどね。労働集約型なんでね本とかは書かなきゃいけない時期とか本当に死んでるんで。独立してもっと稼ぎたいとか、もっと楽しいことやりたいって思いはないんですか？あんま思わないですよね。で本当そう、そうそう、俺結構会社 ATM っていう発想なんで、なんかその、そうやりたいことに対してお金くれるじゃないですか、はい、で結構その ATM 機能としてはフリーになると ATM 機能かなり弱まると思うんですよね、やっぱりそのかなりクライアントワークに近くなるっていうか、それはテレビ東京の望むものを作んなきゃいけなくなるんですけど、はい、テレビ東京の中にいると、まあ、自分がやりたいことがテレビ東京のやりたいことだっていうこじつけロジックができるじゃないですか、はい、だってテレビ東京の中の社員なんだもん。だからやりたいことを大きな声でわめいてお金をくれってこう叫び散らしてお小遣いをもらえるっていうか。ありがとうございます、この質問にも答えてくださって。1時半で収録始まっちゃったんですけど、高橋さん来なくて。いやもうそろそろみんな集まってきてて。集まってきてますよね。はい、あれもしかしてこれ高橋さん出ないのかなと思って。そういえば出る予定ですか今から何の収録ですか？今から超ファンタスティック未来っていう番組で、はい、本当日本語喋れる難民さんがいるって聞いたんで雑談するっていう。あ、なるほど。あ、ザ・シリア人ですか？シリア人。シリア人。じゃあなんでこう難民としてこう日本にお越しになられたんですか？来た理由は？戦争で、戦争の国で。今日はティンさん、サイラーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。16時半からですね。16時半からまた収録、はい、永遠に労働ですよね普段ならね、もうそろそろドライゼロ飲みながらやるけど、ちょっと飲みづらいじゃん、カメラ。全然飲んでも大丈夫ですよ。いや、飲もう全然大丈夫です。じゃあ飲もう。あ、すいません、お疲れ様です。ぜひよろしくお願いします。はい。あ、はい、お疲れ様です。おお、はい、お疲れ様です。どうす、めっちゃ疲れるね。じゃあ回していきましょう。めちゃくちゃ楽しかったです。また引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。この辺にちょっと色々な可能性はございます。お疲れ様です。お疲れ様です。全然飲んでて大丈夫ですよ。え、これ、はい、ドライゼロ。これ冷蔵庫にいっぱいあるんですよ。疲れてないですか？いや、まだ大丈夫ですね。うん、ちょっと疲れてきましたね、やっぱ。ちょっと虚勢を張っては見たもの。あ、ひろゆきさん、おはようございます。高橋です。おはようございます。今日ちょっとありがとうございます。お時間、すいません。すいません。ケーキもらったら食べよう。ケーキゆっくり食べて大丈夫です。ちょっと成田さんもまだお見えになってないので。すいません。あ、いいですね、コーヒーとケーキ。いや、そんなだってケーキって買い放題じゃないですか。え、高橋さんでしょ。ケーキ買い放題？いや、ケーキで。あ、ケーキ？新本人から。テレビ東京舐めてんすか？ダメです。テレビ東京の恐ろしさ半端ないですよ、本当。じゃあ、成田さんのフリマで5秒前。4、3、2、1。渡辺よしみさんです。渡辺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺さん、よろしくお願いします。じゃあすみません、渡辺よしみさんでした。ありがとうございます。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。来よう。お疲れ様でした。暗いから眠くなってるんですけど、大丈夫です。大丈夫です。次の予定は、次ね、今日収録も1本あったんですけど、はいはいはい、事情あって飛んだんですよ、はい、でちょっと、まあ、それと時をほぼ同じくして、ちょっとスポンサー様、はい、からちょっと課題があったので、はい、ちょっとスポンサーと急遽ご飯を兼ねた
打ち合わせを入れました。そのスポンサーさんと食事して打ち合わせした後、家帰って、今日は全く事務作業できてないんで、家の下で予算書作ったりとか、 G メール全部返して、 G メールって何百通くんじゃないですか、はい、言い過ぎだな、何十通だな、それでも返したりするとドアが閉まります。まあ3時この後もまだまだ仕事は終わらないっていう感じ。まだ今日終わらないですね。まあ早く明日ちょっと保育園迎えかなきゃいけないんで、今日全部やっちゃおうかなみたいな。最後に、はい、今これ見てるテレビ局志望の就活生、何か応援メッセージとかあったらお願いします。テレビ局志望ですか。あ、でもまあ普通にテレビ局楽しいですよ。好きなことやってお金もらえるっていう、まあ、謎の世界ではありますから、まあ好きなことやるためのスキルとかは結構時間かけないと習得できないですけど、まあ、自由数だと本当にね、今日見てもらった通り、会社1ミリも行かない、まあ、ここはね、あのスタジオ兼事務所なんですけど、テレ東には1回も行かなかったし、どこで何してようと基本的には怒られないしみったと思うけどね、まあ、収録中別に特段難しいことしてるけど雑談してるだけですからまたすげえ楽しいと思うけどな。ぜひあのテレビ今志望する人もちょっと減ってるかに思うんで、すごいクリエイティブなことするにはいい業界ですね。ありがとうございます。ぜひぜひ。ありがとうございます。じゃあちょっと今日長い間ありがとうございました。ありがとうございました。またこの後も頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。